今日は天王寺動物園にミュージアムがオープンしたというニュースをお伝えしました。その中でも注目したのがゾウのユリコの骨格標本なんですけども、そのゾウのユリコというのは実はそのハルコとユリコという、まあ2頭のゾウがいて、それがまあ天王寺動物園の人気者だったんですけども、そこにですね1970年にヒロコという新たなゾウが来ましてですね、そのヒロコというのは1970年大阪万博の年に来たので、万博の白の字一文字取ってヒロコという名前になったんですけども、そのハルコ、ユリコ、ヒロコの3頭のゾウが並んで、実はゾウっていうのはですね結構この上下関係があるらしくてですね、まあその3頭のゾウの中でこうつばぜり合いがありまして、まず後から来たヒロコが最初にいたこのユリコに目をつけましてですね、結構ここでの争いがあって、実はこのヒロコが、若いヒロコがユリコをですねこう突き落として、このゾウ舎の横にある堀にですね2回こうユリコが落とされたことがあったりとかして、あとはこの2頭の争いの中でこう牙同士がね、メスの牙って結構まあ奥に入ってるんですけど、牙同士がこう当たって実はユリコの牙がちょっとね折れてたりとかするような、そんなことも骨格標本に出てるんですけども、でもそんだけまあ上下関係厳しい中でもですね、ユリコは推定52歳で、まあちゃんと天寿を全うしてですね、まあ天国へ旅立ったんですけれども、それも全部ですね骨格標本見てもらって、よく見るとですねヒロコの歯っていうのは結構ボロボロになってる。普通ゾウっていうのはもうちょっと早く死ぬらしいんですけど、そのボロボロになるまで歯を使うぐらい長生きしたということなんかもその骨格標本で見れるので、その動物園ミュージアム の、 その骨を見ながらですね、ちょっとまあヒロコが歩んできた人生じゃなくて、まあ造成っていうんですかね、それをちょっと思い馳せてほしいなというふうに思います。